YouTube の皆さん、ABC を勉強したことがありますか？勉強したことないのであれば、まあ、英語と似てるかもしれないので、だからそんなぐらいで、その風にちょっと覚えた方がいいかもしれない。英語だったら ABC、ドイツ語だったら ABC。と、あと、YouTube の中で、こうアルファベットドイツ語って検索すると楽しい音楽とかもいろいろあるので、やっぱり聞いて、あと家の中で誰もいない時に勉強した方が一番いいと思います。で、書きながら覚えた方もいいと思います。そこは人によってその勉強のやり方は違うけど、例えばその音を聞いてこう A って言われたら、そのこの音にこう A を書いて、で、そうするとこうね、あーって言って、あーを書いて、べーってなったべーを書いて、で、それをこう振り返すと、まあ、やろうと思えば多分1日ぐらいで全部覚えるかもしれないので、でも、まあ、2週間ぐらいかけた方がいいかもしれない。で、一回、そのアルファベットがこう勉強できるようになったら、ドイツ語のスペルもわかるようにもなるし、あと、ゆっくり初級者向けの教科書も読めるようになると思うので、だからその辺で、すごい最初からでもドイツ語は楽しくなるんじゃないかなと思います。ぜひ、ドイツ語のアルファベットを勉強してみてください。で、こちらの動画にはアルファベットをちょっと紹介するので、よかったらそれを見てきてください。ブッソネスマーチース。